東京方面は右方向だったからこっちか。行くぜー。お、あ、前から勘で。いや、やばいでしょって話だよね。どうもポンチは、今回は敵将を引きずり出したらイベントはどうなるのかな検証を2本立てでお送りします。キャラは誰でもいいんでごハゲです。こんにちは。まずは止水艦の戦いにて、このステージは兵糧庫を守っている範疇さんを倒せば兵糧庫制圧成功となり、味方全体の士気が上がるのですが、そのようなところに道が。ここから敵の兵糧庫を襲えるではないか。まずは普通に攻略します。ショッタリー、これはすごい。殿のもとへ大至急送れ。兵糧不足は解決よ。敵将撃ちショッタリー。兵糧庫を制圧すればこのようにプレイヤーキャラのムービーが出ます。兵糧の目処は立った。レソンケンさんは大喜び、反撃な流れになります。が、自分じゃなくて他の味方 NPC に範疇を撃破させたらどうなるんだろうか試してみます。これは逆賊を撃つ正当な戦いである。範疇の守る兵糧庫は通常ジャンクすることで侵入できるので他の味方 NPC は入れません。意図的なジャンクができないので、つまり味方 NPC は範疇を倒せないってことです。なので範疇を無理やり味方のところまで連れ出してやればいいんじゃなかろうか。ここから敵の兵糧庫を襲えるではないか。本作は敵を殴ることでどこまでも追って来させることができるので、裏道のジャンプする地点まで誘導します。大量のクソザコ敵から殴られていますが、仏の心で優しく対応します。フォローを送られたい。アートで何とかして範疇さんを柵から越えさせてみましょう。お、これいけるぞ。もっと粘ってみます。いけるね。クソザ子供は始末すっか。人がゴミのようだ。ゴミ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 。うわ、まずい。まだ単純なとこ。いいね。おう。あ、チラが見えそうな時の心境に近いものを感じます。人が届かない。無念だが引くぞ。いや、うまい。無念だが引くぞ。
どこへ行こうというのかね。あ、ユーリさんに絡まれました。殺してかかれ。気合を入れよう。走行しているうちに孫健さんが敗走。そして暗中は優美さんに怒られてアイテムと化しました。しかし兵糧庫陥落ムービーが発生しませんね。ちょっと兵糧庫行ってみるんだわ。このままではいかん。これはまずい。これはすごい。殿のもとへ大至急送れ。兵糧不足は解決よ。殿はさっき無様に敗走しました。以上です。誰が範疇を倒してもプレイヤーのムービーが流れます。劉備さんが兵糧庫の番を倒したのにハゲが手柄を横取りしました。責任を感じたハゲは自決します。お次は敵敵の戦い曹操軍。キャラはごハゲでいいや。よいしょ。装備は絶火毛以外は防御重視で。ここでは諸葛亮を祈祷。いや、祈祷所から遠い場所へ誘導したらどうなるのか見てみましょう。このステージの諸葛亮は開幕に数分放置すると東南の風とかいう一生超泣かせの奇烈な天変地異を発生させます。この敵当初から遠ざけたらこの術も阻止できるかもしれない。さあやってみましょう。やらいでか。ミスです。ミスです。気合を入れろ。冗談じゃないや。地味な作業。おもろやんねおもろやんね。そういえば先日個人的な持病が悪化したので直の内視鏡検査とかいうのを受けてきました。内視鏡検査とは皆さんの大好きなマルルエカメラをぶっ込んで覗かれるという。日本のヤクザや南米のマフィマルすらも躊躇する恐ろしい拷問のことです。これが地味に痛かったもので、ほんと二度と受けたくないです。皆さんも病気には気をつけてくださいませ。そんな話をしているうちにだいぶ遠くへ連れてこれました。署から出陣した諸葛亮。これで風は起こせまい。
だいぶボコられて影もボロボロですが、ボコらで鬱陶しいカンウラ邪魔者をします。ダメみたいです。中断して再度反撃します。軌道などではありません。今日この日、東南の風は吹くのです。祈祷書にいないのに風起こしやがった。結果どうであれ諸葛亮を倒さないと東南の風は吹くでした。あとはお任せします。えい、逃がすか。せめて一矢報いてくれよう。もちろん俺が抵抗する。拳で。やったー。最後はおまけ。猛将伝の孫権伝では郊外が護衛でついてくるので、ダブル郊外でやらいでかしてお別れです。よしよ。城を出るとは愚かな。一気に戦闘するぞ。お待たせ。どうか。不良グループで恐れられてる双子の兄弟って感じがしてかっこいいです。ハゲてるけどね。このハゲ。よし、じゃあぶち込んでやるぜ。息もぴったり。と特別な存在なのだと感じました。我らも遅れを取るな。走行しているうちに味方の砦が落ちました。お互い死なずにいたようだな。はい、ご視聴ありがとうございました。